ラモン・アントニオ・ペーニャは、ドミニカ共和国、サントドミンゴ出身の元プロ野球選手。右投右打ち。2002年6月13日に、アマチュアフリーエージェント選手として、アリゾナダイヤモンドバックスと契約。はじめの2年間は、甥いのアドリアーノ・ロサリオ名義でプレーしていた。2006年7月18日にメジャーデビュー。2009年開幕前の3月に、第2回 WBC のドミニカ共和国代表に選出された。2009年7月7日に、ブランドン・アレンとのトレードにより、シカゴホワイトソックスへ移籍した。2011年に肘を故障。オフに FA となる。2012年8月13日に、ロサンゼルス・エンゼルス・オブ・アナハイムとマイナー契約を結び、ルーキー級でプレーする。2013年もエンゼルスとマイナー契約を結び、A級でプレーする。2014年は、メキシカンリーグのモンテレー・サルタンズと契約。同年の5月19日に、台湾の社会人野球リーグ、ポップコーンリーグの外国人選手ドラフトで、高市越ファルコンズから2位指名を受け入団。8月31日には、不審により退団したブラッド・トーマスの代役として、台湾プロ野球の中心兄弟と契約した。2015年7月1日に、独立リーグアトランティックリーグのヨークレボリューションと契約。ありがとうございます。